ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、また3連戦を振り返るということで。勢いよかったけど、トーンと下がったね。何、はい、?3 連戦を振り返るということでね。そう。はい。はい、来ましたが。まあ、新監督がちょっと苦しんでるということでね。まあ、発症量はあったのかというようなね、はい、まあ、そういうところもあるし、うん、まあぼちぼち WBC の、はい、まあ、メンバーが、まあ、出てくるということでね、うん、まあ、特にピッチャーね、まあ、野手はこう出たりしてるけど、はい、まあ、ピッチャーがどうなのかという、ねね、この3連戦 で、 そうです、ね、まあ、出てくるであろうということでね、もうね、開幕直後はね、はい、あ、ちょっと今はね、出れないよっていう選手もいたりしたんですけどね、まあ、調整不足もあるよね、やっぱりね、もうちょっとね、しょうがないですよね、うん、ある程度 ね、はい、というところで、そういうところも注目して、看板やちいちゃんということでね、そうそう、まあ、佐古は看板やちいちゃん、ね、ということでありがとうございます、はい、はい、それでまずはセリーグ、はい、ね、振り返ってみたいと思いますが、はい、これはスコアではなくて、はい、勝ち負け勝敗だね、まずね、はい、はい、まあ、中日がヤクルトに対してまあ1勝2敗だったと、はい、まあ、ヤクルト勝ち越し、ヤクルトね、はい、で広島阪神ね1勝1敗、1試合ね雨で流れてしまいましたので ね、 そうだね、2戦、はい、で DeNA 対巨人、はい、DeNA が2勝1敗ということだったんだけども、まずまあ振り返っていきましょう、はい、中日対ヤクルト、はい、ね、大野とサイスニード、うん、柳対高橋奎二、はい、高橋宏斗対石川、はい、ということで、まあ、大野とサイスニード結果は1対0、うん、この1点がアキーノの落球により、うん、その後、まあ、打たれたという村上にね、はい、決勝タイムリーを、うん、でサイスニードは非常に何ていうのかな、やっぱ緩急を使って、うん、まあ、中村のリードがいいな、うん、やっぱこう打者を捕まえてるっていうような感じがするよね、うん、でこの1対0の締めをくくったのが、まあ、田口ということで、ね、まあ、セーブがついたと。まあ、田口がやっぱ西武のピッチャーなんのかな、抑えのピッチャーに ね、 ね、今のところそんな、まあ、そんな感じだよ ね、 感じですよね、はい、で2試合目が柳と高橋奎二、うん、ね、高橋奎二出てきました、安定感あるな、はい、投げっぷりはいいし、うん、でやっぱクリーンナップの勝負だったと思うんだけども、はい、この日カリステ・アキーノ・ビシェドっていうクリーンナップ、うん、を組んだんだけど、まあ、機能せずということで、うん、まあ、高橋奎二も良かったけどもね、はい、だけど一方ヤクルトの方は山田、うん、村上、オスナがそれぞれ打点を上げるという、うん、まあ、その中でよく目立ったのがその日一番に起用された丸山、あ、これが二盗塁というふうにね、うん、チャンスをこうものすごく広げて、またホームにも帰ってくるというね、うん、まあ、活躍を見せたという、はい、まあ、ただその高橋奎二、まあ、非常にやっぱり安定感あるし、まあ、今年何勝するか楽しみだね。ねえ、そうだね、はい、本当に WBC の時からね、いろいろと調整も大変だったでしょうけど、まあ、学んだんだろうね、うん、はい、で、はい、3試合目ね、高橋宏斗出てきました、はい、でベテラン石川との投げ合い、うん、ね、まあ、好投です、6回1安打1失点、ね、浜田にホームランを打たれたその1点だけに抑えて、うん、ただこの試合でリリーフ陣が頑張って、まあ、田島が絶対絶命っていうかノーアウト 1,2 塁を作って、うん、あ、2,3 塁を作って、うん、そこを0点に抑えたんだよね、まだ3対1の段階で、はい、だからこれが大きかったよね、うん、うん、でヤクルト打線、はい、やっぱ高橋宏斗が投げると、3安打に抑えられたという、うん、やっぱこの高橋宏斗の力というのはね、はい、まあ、非常に大きいなというふうに感じました。うん、まあ、そういう3連戦だったんだけどもね、はい、はい、で次広島対阪神、はい、ね、もつれました4対4で、うん、で9回の攻防に行きます。いや、なかなか見応えのある試合でしたよ ね、 ね、岡田監督、うん、ね、足の速いランナーを一塁に置いて中野に対して、はい、盗塁を仕掛けるのかなと思ったら、うん、エンドランを仕掛けてきて、はい、得点圏に送り、で大山が決勝タイムリーを打つという、うん、ね、この日まで大山が出た試合全部打点を上げているというね、うん、まあ、頼れる4番に成長しているという、はい、で一方坂倉が、まあ、スリーランを打ってね、うん、まあ、追いつくんだけども、はい、で9回同じようなシチュエーションで、うん、松山が代打で
人で出たんだよね、はい、で大森をダイソーに送った、うん、で追い込まれて、はい、打者が、うん、で何かあるかなっていう探りで牽制を入れたら飛び出したというで、ジエンドという、はい、まあ、5対4で負けたというね、はい、まあそういう試合だったんだけどもね、はい、坂倉選手はツーランですね。あ、ツーランだね、はい、はい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 、でツーラン打って、うん、追い上げたんだけども、そうですね、まあ同点にはなったけどもね、その1点の取り方、うん、まあこれがちょっと広島には少し焦りがあったかなという感じがしました。うん、で2試合目は、はい、雨で中止。そうでしたね。で遠藤大竹が準備されてたんだけども、うん、まあ遠藤はスライドで、まあ、3戦目、はい、で3戦目阪神は西純也、うん、ね、コールコウコールドで、まあ、広島が勝つという、はい、ね、新井監督新監督初勝利です、うん、そうでしたね、おめでとうね、まあどんな勝ちでも勝ちは勝ちだしね、うん、そうですね、まあ、雨で、ね、ちょっと流れが変わっちゃったかなっていうような、うん、そんな感じがするんだよね、はい、で、デビッドソンがこの試合で2号ツーランを打つという、うん、はい、やっぱこう打ってほしい人が打つと、まあ、新井監督も安心感が出てくるんじゃないかなっていうような感じがするよね、うん、はい、ただ阪神の方は毎回チャンスを作りながらも、うん、まあ、遠藤を引っ張った今季初スタメンの相澤がものすごくもう叱咤するね、はい、遠藤に対して、だからやっぱあそこら辺は経験値が高いというか、うん、絶対弱気にさせなかったという相澤のリードがすごく光ったというね、うん、まあ、そういう試合でもありました。はい、ただこの試合やっぱいいところでこうクリーンアップが打ててないんだよね。うん、だから今後ちょっと雨で流れが変わって一日空いて空いてね、はい、まあずるずる引きずらないような、うん、やっぱ点が取れないチームだからね、もともとは阪神は、うんうん、だからずるずるいかないように巻きをつけてほしいなっていうふうに思います。はい、はい、で DeNA 対巨人、はい、ね、浜口対戸郷、うん、1試合目ね、浜口がやられたね、ね、ちょっとこの試合は一方的な試合になってしまいましたけど、ブリンソンに5安打、はい、もう一方的にブリンソンにやられたっていう巨人にやられたというよりもブリンソンが一人で走り打ち走り回ったっていうようなね、あわやサイクルヒットかっていうようなね、ね、それはね、なんかこう、まあ三塁までは行ったんですけどね、うん、そうそう行ったけど、まあ送球間ということで、ね、二塁だっていうことで、うん、でも 9-0 の圧勝だったね、うん、ただこの試合で牧が3安打打つんだよね、うん、DeNA の方がね、はい、だからそういう意味では牧がやっと疲れからちょっと調子を取り戻すきっかけになった試合かなっていうふうに思うよね、うん、はい、はい、で2試合目、はい、平メンデス、うん、ね、平が、まあ、2対0で勝つわけだけども、はい、平が727日ぶりの勝利、はい、ね、長かったね、長かったですね、まあでも投げてるボールを見ると、はい、その故障する前に、うん、戻ってるね、うん、うん、完全にやっぱコントロールも良かったしさ、うん、やっぱ非常に冷静なピッチャーだね、うん、だからこれからやっぱこう柱っていうか、はい、一つの柱ができたかなっていう、うんうん、まあ、そんな感じがするし、まあ、この試合で宮崎が、まあ、2打点、うん、ね、2番打ってたんだけども3番になってね、うん、少しちょっと状態が上向きになってきたかなっていうような、まあ、1番佐野、2番宮崎を組んでたんだけどもさ、はい、やっぱその中に人を入れることによって、まあ、宮崎が3番を打つことによって、まあ、打点が生まれたというね、うん、まあ、そういう試合でもありました。はい、はい、で3試合目、まあ、東も久しぶりに、はい、横川と、うん、まあ、横川はジャイアンツの期待するサウスポーでね、はい、まあ、ホームも変えて、うん、臨んだんだけど非常に良かったよ、良、うん、かったけど東の方が良かったという。で 4-0 で勝つ、はい、ね、まあただ東も助けられた部分っていうのは、うん、ワンアウト、うん、一塁に岡本を置いてブリンソンが左中間にツーベース打つんだよね、うん、はい、で何を思ったかさ、三塁まで走ろうとしてさ飛び出すわけよ、前のランナーを見てないわけ、ブリンソンがブリンソン、俺何を考えてサードに走ったのかなと思うんだけど、うん、そしたら岡本が、うん、ああこらえかんと思ってホームに走ってね、うん、
自分が犠牲になってアウトになってツーアウトでブリンソンを残そうと思ったら、なんかブリンソンやっちゃったっていうようなことで、うん、ベース離れちゃってたんだよね。でタッチアウト、ダブルプレーだよ。だから結局、はい、何をしていたんだろうということですよね。見てないんだよね前のランナーを、うんうん、だからまあそういうことで、まあ、チャンスを逸していった。非常にチャンスも多く作ってたんだけどもさ、まあ、ここ一番打てないというのと、うん、それとそういうミスがある走塁のね、うんうん、で逆に言えば DeNA はもう好走塁があった、うん、で楠本のスリーラン、うんね、これで、ジャイアンツに勝ち越したという、うん、ただねこの中で面白いシーンがあるんだよね、うん、はい、後で、どうしてもちょっと触れておきたいプレーがあったんで、 DeNA の、うん、もう攻撃で素晴らしい攻撃があったんだよ。どうしてもそれは別のねことでお話ししたいっていうことで、はい、まずはじゃあセ・リーグの全体の、まうん、流れね、うん、はい、やはり大切なのは扇の要、はい、まあ、結局扇の要っていうのはキャッチャーのことなんだよね、うん、でね中日ドラゴンズ勝つ要因としたら田島が投げてる時に絶対絶命だっていう説明したんだけども、うん、勝負球でフォークを使ったら、うん、とんでもないフォークが来たんだよ、ワンバウンドで、はい、取れないそれをね、うん、木下がよく止めたわあれ、うん、だからそれも勝因の一つ、うん、で一方ね2連勝してて中村が休ましたんだよね、うん、今日で内山を使った、内山が悪いわけではないけども、はい、やっぱりね中村のリードっていうのはねやっぱ素晴らしいわ、絶妙に素晴らしい、はい、うん、で広島カープ、はい、今季初めての相澤がマスクをかぶったんだけど、うん、やっぱ遠藤引っ張ったなーって、うん、もうピンチだらけなんだけどもさ、うん、その都度マウンド行って鼓舞して頑張らせたというね、うん、まあ、雨が降って条件悪い中だったんだけどもさ、うん、まあそういう甲斐もあって新井監督が初勝利を得たというね、はい、まあ、DeNA、まあ、ジャイアンツの大城もやっぱ WBC から帰ってきて素晴らしくこうリードが良くなったように気がする。やっぱね牧を昨日か、うん、三振2戦目の時に三振取ったシーンがあるんだけど、うん、ものすごいピンチの時にね、うん、牧がまっすぐに反応しないんだよ、うん、それを見越してまっすぐ一本で勝負していったからね、うん、だからこれ勇気がいると思うんだけど、はい、だけどそれを見事に裏書いて牧を三振に取ったシーンなんかは、あ、大城成長したなとか思ったシーンがあったね。それをやってみるとかできるっていうことが一つ素晴らしいことなんでしょうね、まあ、一つ成長だよね、はい、というセリーグでした、はい、DeNA の、うん、あの選手戦に結びつく、うん、その走塁攻撃を、はい、こういう場面です。はい、5回裏 DeNA 先制の場面、うん、ちょっと小さくて見えにくいんですけど、まあ、そういった、1・1・3塁、はい、山本、うん、キャッチャーの山本が一塁ランナー、はい、関根がサードランナー、はい、ピッチャー東、ピッチャーじゃなくてあの打者がでしょうか、あ、打者、はい、東、はい、ね、これは東がバントの構えをしてるんだよね、もう最初から、うん、だからこれ、まあ、守りからすると、うん、この一塁ランナーをセカンドに送ってランナー詰めといて佐野と勝負に行こうかな、うんうんうん、佐野に勝負させようというふうに、はい、多分ジャイアンツベンチは思ったと思うんだけども、はい、ここで野球の穴っていうのがあるんだよね。どうしても防げないんだよ、うん、うまいランナーがサードにいると、うん、これ東が岡本に取らす、うん、バントをするんだよね、はい、だから岡本は絶対取りに行くよね。そうですよね。そしたらショート坂本はベースをカバーする、はい、セカンドね、でセカンドはこうカバーに行く、うん、一塁の、はい、で中田翔も前に出る、うん、そしたらピッチャーも前に取りに行くよね、バントだから、うんうん、そしたらねサードがガラ空きになるんだよ。そうですね。そうだろ、うん、そしたら岡本の背中を関根が追っかけてるんだよね、うんうん、こういうふうに追っかけて岡本が投げた一塁に投げた瞬間にホームに走るわけ、うんうんうん、これはね防げないんだよ。うん、どうしてもこれはもうポイントとすれば
バント処理を岡本選手がしたっていう時点でもうこれは成立するようにできてるってことですね。あ、ただ関根もうまかったのが、うん、なこう岡本がこう取りに行く背中についていって、うん、投げた瞬間にスタートをする、うんうん、だからやっぱりこの瞬間的に間違えると一塁からホームに刺されるという、うん、ことになることもあるんだけどもさ、うん、だけど関根もうまかったけどここがやっぱ死角の部分になるんだよね、うん、1・3塁でサードに取らすバントをやったら、うん、全員がこうベースカバーにこう行くという、うんうん、ね、だからこれいつかやんないかなと思ってたの、うん、どこかのチームが、うん、でも DeNA がやってくれた、うん、で DeNA って走塁とかいろいろ言われてるけどやっぱ関根とか入るとこういうプレーを見せてくれるね、うん、だからすごく痛快だったよ。なるほど、うん、現実に起こったっていう感じですね、豊さんの中では。そうあ、やってやってくれたなみたいなそんな感じだったよ、ね、なるほど、まあ、見事なね、選手点の取り方でした、うん、はい、はい、なんか改めてそのシーン見てみたくなりますね、このシーンで、ね、そうでしょ、ね、うん、はい、続いては、パリーグで、はい、ということで勝敗は、ソフトバンク、西武、はい、ロッテが勝ち越しということで、そうだね、ロッテは3連勝、はい、はい、吉井新監督、うん、もう8勝利を挙げたというね、このカードでね、はい、はい、まず、うん、オリックス対ソフトバンク、はい、ね、田島、石川、うん、黒木、和田、山本、うん、高橋礼、ね、まあ、田島と石川、はい、投げ合い、石川の無四球っていうのが光ったよね。もともとちょっとコントロールがばらつくピッチャーなんだけどもさ、はい、まあ、だけど非常にこう制球よく、うん、抑えていったというね、うん、それでその中で近藤、栗原、うん、まあここら辺がやっぱり打つね、うん、だから非常に頼もしいというかさ、うん、で京セラではね2年間にわたり22勝5敗なんだよ、うん、オリックスの方がものすごいリードしてんの、うん、だけどやっぱ近藤にやられるんだよね。なるほど。で近藤は去年までいないからさ、ね、そんな数字ないし、ね、苦手なんて思ってないから、うん、まあ、だから近藤に助けられたというようなさ、うん、まあ石川もね非常にいいピッチングをしたけどもね、はい、で2試合目が黒木と和田、はい、ね、球団最年長の勝利和田、うん、ね、5対0、はい、ね、近藤が2本のタイムリーで3打点って、うん、大活躍ですね。もう22勝5敗、うん、そんな何みたいな俺関係ないしみたいなそんな感じの活躍でしたよ、はい、ね、うん、だけど和田のやっぱりこう低めに投げる制球力、うん、でテンポの良さ、うん、やっぱ見事だね、あの年になってね、うん、まあ、スタミナもまだまだあるしね、投げ切れる、うん、だから非常にまだまだできるなっていうのを感じさせてくれたよね。うん、で3戦目、はい、山本、高橋礼、はい、山本圧巻、さすが、さすが、6回2安打 6奪三振、はい、ね、この試合で杉本もスリーラン、うん、で杉本が今6番に下がってるんだよね。うん、まあ、ちょっと状態が上がってこなかったんだけどもさ、はい、まあ、3本打ったのかなこの試合で、うんうん、でスリーランも含まれててね、はい、うん、まあ、杉本はやっぱりやってくれないと点にならないというね、うん、まあ、それまでその石川和田に1点しか取れてないわけだから、うん、まあ、この試合7点を取るわけだけど、はい、まあ、最後に代打の頓宮がね、うん、打ってくれて、まあ、それで決定づけたんだけどもさ、はい、まあ、だけどもまあ杉本がねやっぱりこうやって打ってくれると、うん、まあ勝ちは拾えるかなという、まあ、山本も投げてるし ね、この日は、うん、WBC 組が宇田川投手と山崎総一郎投手が投げてますもんね。そうそうそう、この2人あんまそんなには良くなかったけどもね、うん、まあまあでもやっぱたまに力あるし、うん、まあまあやっぱりこういいピッチャーだなっていうのは感じさせてくれたよね。はい、はい、で次天体西武、はい、まあ、則本と今井、うんうん、まあ、非常にいいピッチャーの投げ合いだったんだけども、はい、まあ、今井が勝つというね、うん、4対0、ね、うん、いやね、今井もねやっぱ制球に苦しむピッチャーなんだけども、はい、まあ、この辺もね苦しんだんだけどね、うん、
まあ、要所要所を抑えるというかさ、うん、やっぱボールに力があるしね、うん、非常にいいピッチングだったよ。それと相手が則本だということで、はい、まあ、気持ちも入ってたかなという感じがするよね、うん、まあ、その中で児玉、うん、プロ入り初ヒットが先制タイムリーみたいな、うん、ああよかったなと思ってね、源田がいない今、ね、チャンスをもらえてね、うん、それをものにしたというね、非常にいい働きができたなと、うん、でもう一人アイト、はい、これがね外のねボールじゃないかと思うぐらいの食らいついていって、またタイムリーも打つんだけどもさ、はい、なんかこうルーキーだとかアイトだとかなんか必殺が感じられてね、だから非常にいいゲームだったなっていう、西武の方はね、うん、楽天の方はこう打線がつながらないなっていうような、まあ、感じを受けました。はい、はい、で2試合目が早川と隅田、うん、隅市 1-0 で早川の勝ち。はい、隅田はルーキーイヤー1勝してから11連敗だと、ね、これ勝ち運がないピッチャーなのかなとか思っちゃうよね。うん、内野ゴロの1点だよ、この試合もね、うん、特に打たれたとかそういったことでもないでしょうし、でもないんだよね。うん、だからちょっとかわいそうになってくるよねこれね、ほんと、うん、まあ、ちょっとフォアボールなんかが多かったりしたんですか、5つですけど、まあまあそうだね、まあ、だけどもまあね、1点に抑えてということだから。でこの試合で松井が最年少の200セーブ達成という、はい、そうでしたね、コメントね、ちょっと苦しかったけどもね、うん、まあだけどしっかり締めたというね、ね、最年少素晴らしい記録がまた生まれました ね、はいはい。ただこの試合ぐらいから山川が調子が上がってきてるんだよね、うんうん、そのホームランこそ出ないけども、はい、なんていうのかな、まあいつでもホームランが出てもおかしくないよっていうような状態に、うん、まあ、ちょっと入ってきたかなっていうようなね、うんうんうん、まあ、そんな感じがするよね。この日も4打数3安打ということでね、そう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 、はい、はい、で3試合目がマー君と松本、うん、2対1で西武の勝ち、うん、マー君援護なしと、もうちょっと打ってあげればね本当に勝てるんだけどね、うん、ただ NPB 1500奪三振、うん、はいね、を達成しました。素晴らしい、素晴らしいよね、うん、はい、ただ援護点なしという、はい、まあ、1点しかないという。そうですね。で西武の方はペイトンが来日初ホームラン、はい、ね、まあこれは山川が本当によくなるよ、うんうんうん、この試合でもね打ったけどもね、2本ヒットと打点1がついてます、ね、そうだね、うん、ただやっぱりこう、まあ、両チームともなかなか打てないね、うん、まあいいピッチャーが投げてるじゃあ投げてるんだけどもさ、うん、はい、はい、最後、はい、ロッテ対日本ハムファイターズ、はい、ね、日本ハム3連敗、うん、ちょっと苦しんでますが、はい、はい、ロッテが、うん、1試合目西野ポンセ、うん、まあ、ポンセがちょっとまだ離脱するんだよねこの試合で、うん、ちょっとハムストリングかななんかやってね、うんうんうん、ただその野村が1号4番としてね、はい、でチーム初ホームラン今年のね、うん、はい、でこの試合で、吉井が初勝利を挙げたという、はい、ね、まあ、打線もちょっとつながったけどね、うん、この試合はね、ようやくロッテの勝ちということですね。そうだね、まあよかったね、うん、はい、はい、それで初勝利を挙げたせいなのか、うん、ね、メルセデス伊藤の投げ合いで 2-1、うん、ロッテ、ね、この試合はねやっぱ守りが素晴らしかったわ、うんうん、ロッテ、まあ、荻野も良かったけども、あの田村佐藤っていうのが、うん、やっぱ日本ハムが仕掛けてくるんだよね盗塁を、それをことごとく刺したという、でチャンスの芽を摘んだというね、うん、まあ、そっからなんていうの、藤原が12球粘って内野安打を打ち自分で塁に出てで相手の暴投、うん、ワイルドピッチでセカンドから一気に帰ってきて逆転するというさすごいですよね。あ、だから藤原がああいう野球をできるんだったら、うん、本当ずっと続けたら素晴らしい選手になるなっていうのを感じさせてくれたね、うん、はい、はい、で、3試合目佐々木朗希と加藤ね、はい、開幕投手がもう投げるという日本ハムはね、うん、ですね、はいはい、まあ1日早いからね、うん、あの日本ハムの開幕がね、開幕がね、うん、で佐々木朗希、はい、6回1安打
11三振。すごい。すごくない?6回、1安打、11三振だよ。6回で11個取るんだよ。3,6,18 の、18個のアウトのうちのってことですよね。そうそうそう。うん、いや、やっぱりね、この3連戦ともね、風がすごく強かったんだよ。うん、で、制球に苦しんでたんだよね、みんなピッチャーが。うん、ただ変化球は切れたりだとかさ、曲がり球は非常に大きく曲がったり、打者も苦労してたんだけども、うん、もう佐々木は圧巻だったね。それとね、俺感じたのが、うん、佐々木はね、表情がすごく豊かになった。あ、そう。柔らかくなったし、なるほど。なんかね、すごく明るくなった。ちょっと余裕が出たっていうことなんですか？そう。でね、一皮むけた。それを感じた。だから変な力みもなく、うん、160キロ投げるし、うん、審判が際どいところボールって言っても、ああよしよしよしみたいな。でベンチに帰ってもそうだし、あとはなんていうの、降板後もみんなを応援する姿っていうのがすごく変わってきたね。だから佐々木朗希は今年何かのタイトルには手が届くよ。なんかそんな感じがした。なるほど。だから非常にいい表情で投げてるなっていうね、そういうことも思ったし。じゃあこの今回の WBC を機にこういろいろと変化があったっていうことですね。あったな。それでこの試合も藤原が、はい、追い上げられたんだよね、ちょっとね、うん、で結局は6対1では勝つんだけども、はい、こうなんで追い上げられた時に藤原がレフトオーバーのタイムリーを打つんだよ、うん、で流れをまた引き込む。だからこの3連戦でのやっぱり MVP は藤原だな。なるほど、うん、この3連戦で藤原が非常にいい活躍をした。じゃこの3連勝には大貢献ということですね。めちゃくちゃ貢献した、うん、派手な活躍ではないけどもさ、うん、自分の持ってるものを全て出したような、うん、であの子は例えばそのシャープなバッティングもあれば、うん、守備もある、うん、で足もある。そうですね、それを全てなんかこう出してくれたようなね、うん、そんな感じがするし、まあ、ソフトバンク対、オリックスは、はい、コンちゃんね、うん、やっぱコンちゃんがね存在感を示してくれたよ、うん、だから MVP だね。なるほど。はい、まあ、他はそうでもないけどね、うん、やっぱ、3連戦こう MVP をつけていこうとするんだけどもさ、うん、ブリンソンはなんか暴走があったしさ、せっかくね、せっかくあれだし、あれがね活躍してたら5の5、6打点があった後にちょっとね、だから MVP を上げてもよかったんだけどさ、ダメだなとか。だからまあ2試合こう6試合、うん、12球団で、うん、MVP その3連戦に関わった中ではやっぱ藤原がこうものすごく貢献した、うん、ここはコンちゃんが貢献した、うん、あとはちょっと平べったくみたいなそんな感じだった。はい、まあそういうことで3連戦を振り返りました。はい、パリーグは、パリーグは WBC 組絶好調、はい、サポートメンバーも好調。サポートメンバーは藤原ね。万波も良かったけどね。そうですね。でやっぱりさすがの山本、うん、ね、なんかものすごいさらに期待が膨らんだ佐々木朗希とか、うん、高橋宏と、うん、高橋奎二、うん、なんかやっぱ素晴らしいよな、うん、で打者で言うと先ほども言ったね、うん、近藤選手とか近藤とかね、うん、山川選手も上がってきてるし、ね、みたいな。だからまあちょっとパ・リーグの高橋宏斗とかも言っちゃったけども、うん、ケージとかも言っちゃったけども、うん、セ・リーグね、パ・リーグは特にやっぱこう WBC メンバーがね、うん、なんか一皮むけたなんかそんな姿を見せてくれたような気がしました。やっぱりチームの雰囲気だったりとか、優勝していろんなね、こう試合とかで目で見てるだけじゃない、いろんな裏での精神的な成長だったりとか、いろんなことがあるんだな、あったんでしょうね。やっぱ経験に勝るものはないというか、うん、その経験をいいものとして取り入れてるというね、うん、まあ素敵さもあるよね、素直さもね、うん、だからまた次のカードがね、まあ、楽しみです。はい、はいはい